夕日丸は幕末に久留米藩が取得した同藩最初の西洋式船舶。前身は1861年にイギリスのグラス号で建造された商船、諏ワ島である。鉄製の蒸気船で、洋木は全長150尺、甲板幅21尺、深さ12尺、トン数205トン、2本のマストと1本の煙突という姿であった。 1864年以降、クルメ藩では、今井久しら解明的な砂漠派の指導により、西洋式軍備の導入が急速に進められた。その一環として、西洋式海軍の整備も着手された。同年2月に、最初の一席として、長崎でイギリス商人、トーマス・グラバーから商船、スワ島を代金7万5千ドルで購入、u h 丸と解明した。それまで、 クルメ藩では、海軍創設の準備はされておらず、長崎海軍伝習にも藩士を参加させていなかった。そこで、本船の購入翌月に、薩摩藩と佐賀藩に支援を要請し、薩摩藩から木村総之助らし官、水夫、帰還し、佐賀藩からも中村倉之助の派遣を受けて、上院要請を始めた。その後もクルメ藩では1866年に、 明日、風丸など蒸気船、ほぶね5隻、1867年にも蒸気船、千歳丸を購入し、西洋式艦船7隻を揃える諸藩で、有数の規模の海軍を持つに至った。母親戦争が勃発すると、久留米藩は明治政府法で参戦した。夕日丸は、1868年に、佐賀藩の蒙春丸及び、薩摩藩の豊和ず丸と共に、 大阪から横浜へ兵員輸送を行っており、これは明治維新後の日本海軍にとって史上初の艦隊行動であった。この時、大砲2門と小銃125丁を搭載していた。ありがとうございます。